はい、皆さん、どうも、MT です。ご報告でございますけれども、思うご察しの通り、登録者1000人超えました。はい、というわけで、一つの節目でございますね。というわけで、こういうような動画を作り、動画を一応作らせていただきますけれども、 えっとまあ、ちょっと長かったなという感じですねもう最近あの登録していただいた方も昔から登録していただいている方も,もう共に非常にあの感謝して同じ同僚感謝しておりますねというとなん,かなんかどうかなと思う時もあるんですけどあの皆様に平等に感謝しておりますということですで、まあ、これからどうしていこうかなということのお話なんですねでこれまではですね結構やっぱり長かったなというのがあります、まあ、期待して いたというとちょっと傲慢かもしれないんですけど、もうちょっと早く行くもんかなと思っていたんですけど、やっぱり世の中そんな甘くないということですね。まあ実際僕の能力なんてこんなもんかなという気になってきているわけで、まあ気楽に行こうかなというふうになってきました。まあ何せよですね、動画を上げ続けていくと、まあ慣れというのもあるし、まあどんどんこう良くなっていくと両方あると思うんですけれども、まあどんどんこう動画の質が上がっていけば何よりかなと思います。まあ何もしないということが一番やっぱり良くないのかなと思います。もちろん、その悪いことをするのは良くないわけで、その 何,何かすればいいってわけではないわけですけれども、まあできればですね、こうちょっと動画の質問を上げて、まあいきたいなという所存でございます。で、1000人これからなんですけど、まあ、最近その教科書シリーズというのを上げておりますけれども、もう思ったより非常に大変でですね、普通の、通常の,あの他の動画、大学生学的なこととかがちょっとおろそかになっておりますけれども、でもですね、考えようによってはその、 教科書シリーズのその発展の方ですね結構大学数学のよりやってるので、まあ、そちらの方で楽しんでいただけると非常に幸いでございますねちょっとひよこがどっち向いてるんですかねあの髪の毛ボサボサなんでこれ被ってい、えー、すいませんねっていう感じなんですけど うーんどうしていこうかなというのが本音でございまして、教科書シリーズできれば、あまあ早く済ませれればいいですけど、早く済ませようと思ってやっぱ質が低下したりしたら本末転倒ですから、まあできればきちんと準備してきちんとやっていきたいなと思うわけですね。で、まあそんなところですかね、まあ誰々喋ってもしょうがないんで、とりあえず報告動画ということにしておきましょうか。まあ今回は、 1000人、本当にありがとうございます。あのこれからも末永くあのご愛好いただけるとということですねで。いろんな方に見ていただけると僕としても非常に幸いでございますので、まあ、皆さん、布教活動よろしくお願いしますということもありますし、まあ、動画を見ていただけるだけでも全然十分ですで。コメントとか残していただけると本当に幸いでございますので、ぜひともよろしくお願いします。1000、えー、人、ありがとうございます。では、他の動画を見てください。さよなら。